あれ山田電機だよな。山田電機って確か、西畑さん、山田電機ってゴルフクラブ売ってます？ちょっと回すんやって言ってよ。取りますよって言ったじゃないですか。リップ塗ってんの今、高いよ。それはリップが高いんですか、それは映した台が高いんですか。映した台も高いし、あのリップも高いので皆さんお待ちしております。トム・フォードです。我ら視聴者さんをあの狭まえるからやめてください。それな、すいません、はい、いつもしてるよ。今日はアプローチでしょ。はい、今日はアプローチを、ちょっと西畑さんのアプローチのルーティンのようなところを教えていただけたらなと思いまして。なるほど、クラブ掃除からやる。それ終わってからじゃないんですか。みんな、いや終わった後もそうやし、朝起きた時点にやっぱおはようって言って掃除するんちゃうの。それはそうですよね。してないけど私も。終わった後はしましょうね、はい、やっぱね、砂とかついとったらまずね、やっぱり滑り方とかも全然違いますから。そのスピンで救われるかもしれないですかね、掃除した前で溝で。あとやっぱ綺麗にした方がいいよ、クラブは。そうですね、そっからや。まず1つ目、道具を大切にすると。そう、以上です。じゃあ帰りましょうか。帰っていいですか。でもね、そのなんかルーティンを取るということなんですけど、はい、まあ西畑さんいたってね、結構まあ流れよく、うん、そんなにねアプローチもともと好きっちゃ好きなので。そうですね、よく言ってますよね。全部内訳してる。だからアプローチがまあ得意っていうのがあるんで、うんうん、まあ基本のなんやろうな、なんかその低い球中段高いボールっていうのを、はい、まあ、ポンポンって打ってメインはやっぱショットに行くんですけど、アプローチはねやっぱコースとか実際の芝でやっぱやった方が分かりやすいっていうのがあるんで、はい、うん、あんまりねそこまでやってないんやけど、でもそのアプローチといえばやっぱね小手先使いやすいと思うんですよ、うん、結構さコースとかってリズム早なってしまったとか、はいはいはい、あとはさ、ね、やっぱさ手とかこうやって動きすぎちゃった結果うまくクリーンに当たれへんとか、小さい動きだからこそ手動かしちゃうんですよね。めっちゃあると思うんですよ。やっぱ短い距離ほど結構プレッシャーを感じやすいっていうのがやっぱあるんで、まあ、私は基本そのアプローチのね、まあ高い球はちょっと違うんやけど、低い球とか中段ショット打つときにどこを意識してるかって言ったら、左の腕は私めちゃくちゃ意識して打ってるんやけど、極端に言ったらもうね右手あんま使って打ってるイメージはないんですね、はいはいはい、なんで、まあ、左をそのなんやろな、メインでこう使いたいからこそ、その練習入ったときに先に左腕をうまくこう使える練習ドリルがあるんやけど、片手打ち、もうこれはさ皆さん結構やってるでしょ。左手の片手打ち、左手やね。なんかさ右手の方がいいっていう意見が結構多いみたいねんけど、まあそれは好みとして、私はあくまで左をメインにこう使ってアプローチをこう打ってるっていうのがあるんやけど、まあ、その、うんうん、なんやろな、こう気をつけてるところもただただ左一本で打つわけじゃなくって、左の肘が曲がらんようにするっていうのはある。なるほど。パッと上げた時さ、左手一本やつ結構辛いのよ、重くて、うんうん、でこう曲がっちゃうのね。でこういう曲がりが結局、まあ、綺麗にこうクラブ軌道というかアドレスの状態に戻ってこられへんっていうのがあるので、はい、基本私は左の腕をビシッとこうちゃんと伸ばしながら、であとは重いからすぐにこうダウン入りたくなるのよ、うんうん、これブブーね、ちゃんと止まるとこ止まって上からガツンと入れてあげるのがアプローチやなっていうのが私はなんとなく感覚としてあるので、片手打ちから絶対入るんですよ。そうだからこれさ、なんかたまに使われてる時とかもせんけどさ、流れでさ上げてこうやってすぐ打ったりするとね、こうやってトップ打ったりするのよ、うん、だからこういうののミスが出えへんようにするために、まあ基本は絶対に練習場に来た初心に帰る。だからこの練習は、まあ、右手はさ背中の上に乗っけて、背中腰か、腰やな。まあまあ背中なり腰なり、あおもろ。西田さん、はい、そんな面白くないです。あ、そっか。で腰の上に乗っけますね、今度じゃあクラブはね結構比較的短めに持っていいですよ。結構短いですね。短い、まあ、私はほらイオミックさんのマークがちょうど被るか被らんかぐらい、失礼しますね、ところの長さを持ってあげる、はい、でアドレスさえ取ります。その時に気をつけるのが、できれば左のこの腕で、はい、押しながら回転させてあげるっていう、上半身をぐーっと、でその時に左の肘が曲がらんようにちゃんとこう伸ばす。なるほど。そしたらここで一瞬止まるんですよ、ピタッ止まって、今度ダウンに行ってあげるんやけど、この時今止まってダウンに行った時に気をつけるのが、おへそは前向け、前ね、絶対に振り切るってイメージ。アプローチで私ほんま気をつけてるのってそれぐらいなので、はい、まあなんか内脇に対してボールの位置とかいろいろね、クラブの軌道とか変わるのはそりゃそうなんですけど、はい、体の基本的な使い方っていうのは、まあ、片手打ちの時に全部意識してるので、左の腕をちゃんと伸ばして、止まるとこトップで止まって、
インパクトは一緒にクラブと体がこうついてくるイメージで前向け前で打つっていう、これをちょっと意識して、じゃあ何球かね片手打ちで打っていきたいと思います。だいたいね距離もね15とか20いけばいいです。はい、飛ばす必要はないので、うん、感じ。結構辛いのよこれ。いや辛いですね。しかも一回ちょっと後ろでトップ気味で止まって、うん、っていう、まあほんまね、こう日によってやっぱねアプローチリズムが結構ばらつき出るっていうのはね、もうよく私もね感じることなんですよ。そういうの、これなんか早いなとか。なんで丁寧にこの練習を、まあいつもねだいたい自分でやってるところの練習場とかやってね、15ヤード20ヤードぐらいのところに何球かこう10球やって10球っていうのを連続で落としながら終わってるかな。クラブの入れ方はもうほとんど自然落下に近いんですか？そうね、でもね体のどっちかっていうと、もうこれさ手で上げたら曲がっちゃうから、うんうんうん、だからこう肩の回転で打ってるので、まあ、しかもクラブ位置もね腰以上上に上げる必要がないので、なんでもうほぼオンプレーンよね軌道としてはね。うん、別になんかこうアウトサイドに上げるわけもなく、上げられへんからねそんな左手一本なんで、ある意味綺麗なクラブ軌道に勝手に上がるよねっていう練習で、この練習をこう何球かやった時にすっごい左の腕にさダメージを抱えてんのよ、もう重すぎて今もそうやけど、でも疲労たまりますよね片手でしたら。たまんのよ。でもなんとなく感覚として残ってるから、その左手を何を意識して振ってたかっていうのがあるから、うんうん、ここに右手が来るとさすっごい楽に左の腕が伸びるのよね。そう伸びるし、ちゃんとこう止まるとこも止まりやすいし、打った後も前に向きやすいっていう。ストレスなさそうですね。ないです。でこれを意識しながら、まあ、中段ショットなんですけど、中段の時に私ねボール位置ねだいたい真ん中ぐらいに置いてるんですよ。でちょっと体というか左足だけちょっと開いてあげて気持ちオープンね。でフェースを1ミリぐらい目標方向より右に開いて、クラブ軌道はもうほぼまっすぐ、またはねちょっとまあ気持ちアウトサイドって言えばいいかな、まっすぐややアウトサイド側に上げて同じ打ち方ですっていう練習を。しっかり振り切ってますね。へそはやっぱ左球方向に向くって感じですね。今のだと40近くいってる。そうですね、キャリーです。やっぱそうよね。もうこういうのをひたすらやってる。ほんと50ヤード以内、なんならもう40ヤード以内ぐらいで打ち込んでいく感じですね。そうやね。なんかやっぱね目標は絶対決めた方がいいんで、練習場さんによってさ看板とかさ、カゴがあったりするやん。なんで私はまあそこの看板にまず中段で落としていくよっていうのを、ほんまね手前からやる。今やと目印がないんでおおよそで40やったけど、だいたいなんか20ヤード30ヤードぐらいの刻みでちょっとずつ内訳してってあげるかな。これやとなんかね50近くいってると思うのよ。そうですね、まあ、40ちょっとのキャリーで、ね、でこれでじゃあ今度、まあ、何球かじゃやりました。でその次にやるのが私は低い球なんですよ。低い球、まあメインで使うのは私中段なんで、低い球なんては何やろな、グリーン周りほんまに平坦で砲台でもないところでしか使われへんので、基本はもう低い球の出番はほんまにコースによるかなって感じなので、まあ、低い球はボールを右足つま先前に置きます。足幅は靴一足分、体は左に開く。でこの時軽く重心左に乗せます。フェースは1ミリ2ミリかぶせます。低く長くパチンと打つっていう打ち方ですね。はい、27。このね低い球ってね結構距離がねそもそも出づらいんですよ、この構えは、うんうんうん、40以上飛ばす必要がない構え方なので、メインはもう近場の距離で打ってます。30ヤード以内、うん、グリーン周りになるってことはその距離いらない分ですもんね。だからね、ラウンド動画とかで結構撮ってたりすると思う。撮ってたりすると思う、グリーン周りで。そうですね、ちょっとこぼれた球でちょっと転がして寄せるみたいな、うん、転がしてる時多いよ結構。前回のラウンドでもね、これね前回の動画多かった、すごい使ってた。まあ平坦なんでねあそこはね。はい、じゃあまあ30ヤード以内のまあ打ち分けっていうか、まあね低い球は終わりました。そしたら最後ね、
まあ出番が多くはないんやけど、はい、まあ、一応やっぱね、いろんな内訳をしてあげることによって感性が鍛えられるっていうのがあるので、やっぱアプローチはね、上手になりやすい、いろんな打ち方ができてると。なんでロブショット行きますっていう感じですよ。でもロブショットは足幅結構肩幅よりしっかり開いて、でボール位置ちょっと左に置いて、でポイントはね、結構遠目に立つんですよ。遠目に立って下半身かなり落としてあげて、コックで上げてリリースで打つってイメージ。ちょっとハンドレイト気味に。そうやね、レイトやね、どっちかっていうと。ロブですね。ね、もう全然使い道少ないと思うんですけどね。もう表示されないですもん。あ、マジか。そんなことある？これは表示されるんちゃう？ちょっと飛ばしたり。そうですね。まあでも20とかね、近場でふわっとこう上げる打ち方っていう。バンカーが前にあったり、そうそうそう、結構下っててラフがふわっとなってるような感じの。そうそう、多いんでね。であとはなんか勝手な想像でなんかいろいろ自分で、はい、じゃあはい40ヤードに、はい、中段で打ちますって想像して、中段はい打ちましたの後に急に15ヤードに低い球打ったりとか、うんうんうん、遊ぶよね、そういう感じで。15低い球行きますつった時にすぐ切り替えられるように、うん、っていう打ち分けって。実際コースなんかはさ、全然やっぱさ、なんていうの、同じクラブを使えへんやん。ドライバー打ったら次フェアウェイウッドとかさ、うんうん、次アイアンとかで、アプローチもさ同じ距離が来るとは限らないんで。そうですね。なんでやっぱね、対応力がつくのが一番いいかなと思うんで、打てるとか打たれへん別にして、打ち分けはできるに越したことないと思ってるので、まあ、なんか詳しくはあの前私3種類で打ち分け動画ちゃんとこう解説しながら多分やってるやつがあるので、まあ、それを見ながら練習してもらえるとよりアプローチも上手くなるんちゃうかなっていうのを。今回はいつもの西畑さんのルーティーンみたいなところですね。そう、今日はねちょっとルーティーンなんで、こう流し流しな感じなんですけど、基本はもうこういう感じ。左の腕はでもすごいメインで考えて打ってる。右のさ片手打ちはさ、どっちかっていうとあれはさ、力入ると当たらないよね。うん、ダフったりしますね。ダフったもん今。どっちかっていうとなんか確か手首に力抜いたらめっちゃ当たるっていう。そうやな、かなり力抜いてあげると当たるんで、なんかやっぱり右手力んでる人なんかは右の片手打ちが多分結構効くんちゃうかなと思います。うんうんうん、力み防止で右手片手打ちですっごい力抜いて打つと意外とクリーンに入ってくれるっていう感じなんで、まあでも用途あれやな、は人それぞれよね。私の場合はまあテイクバック早くなったりとか、なんか結構小手先使って打ちやすいっていうのがあるんで左手一本で打ってるんですけど、まあでもやっぱり練習するには大事ですよね。何か目安があった方がいいなっていうのがあるんで。西畑さんのね練習ルーティーンってすごいシンプルなんで、うんうんうん、誰でもあの真似ができると思いますんで、あのぜひあのなんか練習ルーティーンないからつまんねんだよなみたいな人ぜひやってください。そうですね、うん、遊び感覚でもすごいできます。アプローチはね遊び感覚でやってむちゃくちゃうまなんねんで。あ、やっぱそうなんですね。うん、まにだからさ、リフティングとかもさうまくなるって言うよね。へえ。リフティングやってる人はなんかさ、芯に当たる感覚が分かるからなんかな。で、今はちょっと2側に当たったわとかさ。西畑さん、こういう小技上手ですよね。いや、そう思うやん。あ、打てた。でもちょっとハーフしちゃうんけど打てた。こういう遊びはすごい、こう、当て感というか、うん、そう大事になってくるんですね。大事だと思う。当て感を鍛えてあげるトレーニング。まあ、でもあの、真似しないでくださいね。急にあの危ないね、結構今のもシャンクとかしてほんまにさ、仕切りもなかったらさ、打球事故につながりかねないので、そうですね、誰もいない安全な広いところでやってください。まあでもね、今回はまあ練習ルーティーンということで、ゆるい動画やけど、まあたまにはね。でも結構参考になる方多いんじゃない？同じようなアプローチのルーティーンで迷ってる方っているはずなので。うん、あ、本当？うん。まあでも全然これは別に変なこと教えてるわけではないんでね。まあもう絶対に。打ち分けっていうのはまあ大事ですし、やっぱ左の腕とか、まあ、何やろ、止まるとか止まるとか、そういう基本を身につけるための練習なので、うんうん、ぜひ見た人は全員真似してください。西畑ルーティンを。明日みんな多分練習場で一緒の動きしてるよ。そうですね、皆さんどんどんこう西畑がやる練習がそのまんま乗り移って、うん、そんな世の中になってほしいところやけど、まあまあみんなライバルはめっちゃいますからね、たくさんね。そうですね、戦友と言いますか、ライバルと言いますか、ちょっとわからないですけど、
それはあれですか、YouTuber の話ですか。そうです。あ、なるほどなるほど。皆さんね、お願いしますよ、ほんま。私10万人は絶対に行きたいと思って、意地でも行きたい。もう10万人行かへんかったらどうしようかな。もちょっと皆さんと一緒にクラブこうやって置いて、私、はい、引退するかもしれん、この旅はって言って。なんかそうなりたくないんで。新庄 の引退でグローブ置いてくみたいな。でもほんまにそれぐらいね、はい、頑張ろうと思ってるので、ね、うん、そうなんですよ。だって皆さんチャンネル登録とコメントといいね、あれ大事なんやろ。毎日、ね、あんま分かってないんですけど。でも皆さんの声があればあるほど、もちろんね、活気も湧くので、ぜひ皆さんがいてこそ、いてくれるからこそ達成できるものですので、そうなんです。ぜひもう皆さん待っておりますんで、西田さんもこの後ちょっと本業行ってきます。はい、行ってきますんで、ほな、また今夜もありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ぜひ。シャラポワニシャタでした。